うんこち最新カジノをやっていこうかなと思います。アーキアとミューズダッシュがコラボする疑惑すごい出てるんで、まあ、詳しくね、は動画、僕の動画見てほしいんだけど、まあ、なんか概要欄かなんかに貼っとくっていうことはあんまりないかもしれないけど、なんか、テルフの最近の動画見てくれればわかると思うんだけど。で、なんかこの曲来るんじゃないかなって僕思ってんだよね。てか、ミューズダッシュで、なんだろう、知名度高いやつ、このぐらいしか あんま知らない。ごめん、ミューズダッシュあんまやってないからかわかんないけど、ちょっと待って、俺さ、今すごいこと気づいちゃったけど、ほっぺに口内できた。最悪だ。あ、もう最悪、もうやめたい動画。あ、なんか今日効果音つけてるんだけど、なんかこれ効果音あった方がなんかあれじゃない？なんか音ゲーっぽいよね。やっぱ曲だけより効果音あった方がなんか曲、なんかあれだよね、なんかタイミングがドゥルルってなってて、なんか気持ちいいよね、なんか聞いてて。でもなんか僕の精度がぐちゃぐちゃだと不快かもしれない。まあでもそこは我慢してほしい、普通に。え、なんか地味にこれ普通にいい譜面だね。ちょ、今日ごめんね、朝しゃべったから、ちょ、あれだわ、声がそうあれなんだけど、そうね、なんかね、最近アーキャね、マルチ機能追加されるようになったんでね、これも僕の動画見てくれれば分かるんだけど、まあ僕の動画より普通にアーキャのツイッター見た方が分かりやすいかな。なんかね、普通にガチで、僕もなんとなく予想だったんだけど、マルチ機能追加されるんじゃないかなって言ったら、本当に来てて、で、なんか普通に嬉しいんだけど、あれだね、なんかいろいろ今日、最近なんかあれだね、ミューズダッシュだの、マルチだの、なんかちょっといろいろ最新忙しいから、今日ライブ配信しようかな、今日ライブ配信。ハッシュタグ1FG33。そう、なんでかっていうと、あの、金曜日にアップデート来るんですよ、アーキアの。で、金曜日に、ライブ配信でマルチプレイのやつやりたいんだよね、みんなと一緒に。だから、まあ、それをやるには、なんかね、最近ハッシュタグ1FG33の配信がちょっとおろそかになってる。なんか定期的にやってたんだけど、しかもあれね、なんか噂によると、噂っていうかなんか俺が言ってたんだけど、11月の段階で、今月中にクリアします、みたいな言ってたらしいんだよ。なんかマジで適当ぶっくりした、俺それ完全忘れてて、まあ別に誰も、うおお、え、なんかエロ、え、なんかエロくなかった今、ほわーっていう声ネタと一緒にさ、なんかマンコみたいな譜面流れてきたじゃないですか。なんか結構なんか間のような、普通に性的な感じの譜面初めて見た。性的な譜面初めて見た。結構何年か音ゲーやってきたけど、性的な譜面マジで初めて見た。で、なんか何の話してたっけ。あ、で、そう、なんかマルチやりたかったんだけど、だから金曜日とか土曜日にやりたいんですよ、基本配信は。なんでかというと、次の日休みっていう方が深夜までできるじゃないですか。まあ別に次の日休みじゃなくても深夜に寝た方がいいんだけど、なんとなくね、そっちの方がいいと思ってるからやるんだけど、まだちょっとさすがにハッシュタグ1FG さんが金曜日やらないとすると、もうちょっと大ろそかにしすぎつつあるから、ちょ、今日やるね、ライブ配信だからやろうかなって感じなんだけど。で、これの曲ね、ワッカに行ったじゃないですか、最強ストロンが。だからワンチャンミューズダッシュも行くかなって一瞬思ったんだけど、いや、ないなって思ったのが、なんでかっていうと、まあ確かに著作権アーキア持ってるかもしれない、曲の。ちょっとね、その辺のよくわかんない、ハードコア新しいとコラボだから著作権どうなってるかよくわかんないんだけど、あの、この背景のジャケットのキャラクタードロシーが、これアーキアの著作物じゃないんよ、完全に。完全にこれハードコア新しいのものなんですよ。だからワッカとコラボした時、あれハードコア新しいのワッカだから、まあできたことであって、まあこれちょっと最強ストロンがちょっと線薄いんじゃないかな、なんとなくね、なんとなくダメそうじゃない。キャラクターの著作権持ってないから、まあジャケット新調とかだったらワンチャンあるんだけど、まあなんかいちいちそんなめんどくさいことしないよねみたいな。だから多分ないと思う、ないかもしんない。で、なんか改めて聞くと、最強ストロンが普通になんかかっちょいいっていうか、ノリがいいね。なんかノリいいよね、この曲。しかもなんか譜面もさ、割といい感じ。なんかね、俺のね、いい譜面っていうのが、初見でできるやつ。やっぱその、マロディって、一般人が作る譜面だし、まあ、正直ね、そこまで、なんかその、譜面研究してやっとクリアするみたいな、そういうの求めてないんですよね、僕、マロディね。もう突発的に好きな曲で、楽しい譜面ができれば。僕、それでいいと思ってるんで。なんか、このぐらいの難易度、めちゃくちゃありがたいね。最強ストロンガーだから、なんか、バカみたいな難易度は、なんか、やついろいろ、あったんだけど、なんか、このぐらいの難易度がね、一番、やってて楽しい。まあでもそうだね、まあこの辺の曲も来てほしいけど、グリーバスレディとかさ、水出し行ってもいいんだけど、合わなさすぎん。クトゥクハ、これと試合画のあれありそうじゃない、交換みたいな。いや、どうなんだろう、クトゥ、なんかね、アーキア側は何があっても、なんか何が入っても合うっていうか、なんだろうな、アーキアってなんか雰囲気の作り方がさ、パックごとに全然ではないけど、まあなんか多少違うからさ、あれなんだけど、水出しなんか全体的に、なんかあれだよね、全体的にポップな感じじゃないですか。だからなんかグリーバス3D とかもうイラストの段階で全然合わなくないってすごいもんだよね。
丸いし、なんかジャケットもちょっとダサいしね。ちょっと丸いのダサくない？ちょっとごめんね、ちょっと丸いのダサくない？ちょっとだけね、ちょっとだけダサいねっていうのもあるし、なんかあれだよね、なんかあんま合わなさそう、ミューズダッシュ側が合わなさそう。どうなんだろうね。まあ本当にコラボ来るかどうかまだ決まったわけじゃないんだけど、まあミューズダッシュの匂わせのツイートね、見てほしいんだけど、まあ、僕の動画ね、参照してほしいんだけど、あの動画の再生回数なので僕の動画ぜひ参照してほしいんだけど、なんかね、逆にあれで来なかったらもう切れるよ俺、本当に何の匂わせっていう、逆にって思うわ。でこのクトゥーフがさ、でもなんかあんま試合がの続編って感じしなくて、試合がにそんなに似てなくない？なんか声ネタの感じに似てんのかな、曲名じゃない？あ、でもなんかウサオが全体的にこんな感じじゃない？だってあんまザ続編って感じはしないけどね。てかマルチキのね、何気にめっちゃ楽しみ。負けたら即終了配信とかしようかな。動画時間6分とかやったらちょっとおもろいね。なんかあ、負けたんや、負けたら即終了というタイトルで6分とかやったら、あ、もう負けたんや、ネタバレになるよ。僕ね、そろそろ YouTube にあれ追加されると思うんだよね。何の根拠もないけど YouTube でさ、タイトル入れるんですよ。例えば今日の動画だったら、まあ、例えばなんか変な動画、あのハッシュタグかっこ音ゲーミューズダッシュとコラボの曲やってみたみたいな、なんかそんな感じのタイトルになってると思うんだけど、でそのタイトルって白文字じゃないですか。白文字か黒文字だと思うんだけど、文字に色つける機能とか来そうなんだよね、予感として。何の根拠もないけど、最近低評価ボタン消えたじゃないですか。だからもうちょっとね、 YouTube が進化したらなんか色、赤とか青とかいろんな色つけれるようになるんじゃないかなって思うんだけど、見にくくなっちゃうかな、どうなんだろうね、よくわかんないけど、まあ、とりあえず YouTube の話を聞いて。このクトゥーフはさ、あれだよね、フィグロスに行ってたよね確か。そんなさ、ミューズダッシュ本家ってむずいポジションなのこれ。そういえば本家やってなかった気がする。フィグロスはさ、最高難易度いっちゃうぐらい難しかったじゃん。ってことは本家でもめっちゃむずいのかな。秋入ったら10プラスぐらい行くのかな、試合がと同じ難易度の。え、でもドラレビー、え、どうなんだろうね、ちょっと高難易度すぎるわ。 FFT やっていくわ。これさ、 FFT さ、これ分かる人いるかな。これさ、高校の人とかいたら分かるかもしれない。高校の先生とか生徒の方いたら分かるかもしれない。高校生の人分かると思うんだけど、 FFT ってさ、あれじゃない、英語でさ、合っているものには F、 間違ってるものはね T みたいなやつなかった、高校の時なんかあったよね。これ俺の高校だけかな。だとしたらなんかちょっと学校バレちゃうから嫌だな。で、この FFT 何気にめっちゃ、なんかサイバーミソンめっちゃ好きなんだけど、これよりなんかサイバーミソンのこの感じ好きなんだよね。このなんとも言えない感じ、このすごいこの感じすごい好き。そう、この FFT ね。いや、ちょっと中学生と、あれには分かんないかもしれない。バカには分かんないかもしれないけど、バカには。底辺のエフラン高校ってバカには分かんないかもしれないけど、FFT みたいなのあるよね、なんか合ってるものには F で間違ってるものには T みたいな、なんかそういうのあった気がする。なんか昔からね、記号で答えるもんね、昔からっていいか昔だけだね、小学生の間、なんか分かんない時にあとうのなんか中間みたいな文字をなんか作り出してたんだよ俺。赤うかなっていう時にあとうの間の文字をなんか小学生ぐらいの時になんか確か書いて、なんか微妙ななんかどっちやろみたいな感じにさせてた記憶はあるわ。先生のリアクションどうかわかんないけど、やっぱいいな、この曲すごいいいわ、この曲すごい好き。このね、パノプティコンとかもそうなんだけど、これあ、ってかそ、あの聞いて、このアーキャのね CD 出てたんだけど最近、その CD に、ね、サイバーミソのねコープスサンズオルガンって僕のアーキャの中で一番好きな曲のねフルバージョン入ってたんだけど、でガチで聴いてほしいね。あれもう YouTube とか上がってるのかな、まあ、なんか CD 買ってらっしゃる YouTube とかであったら聴いてほしいんだけど、いやマジでね素晴らしい、超好き。ああいうのが趣味にね刺さるんよね僕の。なんかわかんないけど、こういう中二心くすぐられる系の曲すごい好きなんだよね。サイレントルームとかね、サイバーミソとか、この辺ね、ニトロとかもなかなか好きだしね。いやだからね、そういう曲アーキア多いじゃないですか。まあアーキアの雰囲気がなんかちょっとよくわかんない感じだから、なんかそういう曲多いんですごい嬉しいね。この曲とかさ、フルバージョン聞いたことある、みんな。これ音ゲーの方が有名になってんのかな、今音ゲー収録の方が多いのかな、ワッカとかアキアとかで、ね、これフルバージョンね、リズムのテンポの変わり方音ゲーしたと全然違うんだね。だからまあなんかぜひ聞いてほしいんだけど、いや僕ね、歌物も音ゲー曲も全部そうなんだけど、いやはっきり言っていい、フルバージョンあるじゃん、
長くない？あれさ、ショートバージョンでいいわけよ、俺の中では。いや、これね、マジで個人差あると思う。俺はそう思う。で、あと、歌も1番だけでいい。1番サビ終わりでいい。2番は、いらんまでは言わんけど、いらんまでは言わんけど、カラオケとかで、いらんなって思うわ。1番だけでいいな。すげえ思うんでね。ワンピース歌います。ありったけの夢をかき集め歌います。で、2番。しみたれた夜を知らないからみたいな。そういう感じね。その歌詞みたいな。メロディーだけ知ってるから、とりあえずもう頑張って即興で歌ってみたいな。2番普段聞かないようなさ、アニメの歌とか歌うと、なんかそういう感じになっちゃうよね。で、ここの話ね、ここがなんかフルバージョンで全然、なんかあれが違うから。テンポの上がり方違うから、ちょ、見てほしいわ。聞いてほしい。まあ、最近本当に YouTube さ、すごい上げてくれるよね、いろんな人。ここ本当3、4年ぐらいじゃない ?2、3年、4年、1年、2年、3、4、5年、6年、7年、8年ぐらいじゃない ?YouTube がさ、なんか公式みたいな感じで上がり始めた。昔無断で言ってたばっかりだったじゃないですか、YouTube って。だけどなんか公式っぽいの、すごい最近、すごいいっぱい上げたよね。いろんな人、いろんなアーティストの方。すごいよ、YouTube のね、成り上がりのあれ見たいね。本があったり見たいね。Google 社員 YouTube。なんか YouTube のあれトップの人、Google のトップの人って確かあれなんでしょ、女性なんだよね、確か。そういうことするのって男の人ばっかりだと思ってたんだけど、女性もいるんだね。ちょっとだけ男装女卑入ってるかもしれない、今のトークに。なんか女の人ってあんま目立った行動しないというか、なんかあんまそういうイメージだったんだけど、イメージね、イメージね、個人な感想だけど、なんか意外とそういうね、女性が Google とかすごいことしていくんだね。なんかウケんだけど、これ情熱大陸書いてるのなんかウケんだけど、博士太郎ね、やってくわ。トゥントゥントゥンデルトゥトゥトゥントゥトゥトゥ、これいいよね、クラシック感って。これ天才だよ、これなんだっけ、あれだよね、これあれじゃん、あの絵のオープニングじゃん、あの体操選手とか紹介する、あれなんだっけ、あ、そう、情熱大陸だ。ルッドゥルッドゥ、ちなみに情熱大陸はあんまり見たことない。あんまり見たことない。昔からなんかその頭悪かったから、俺バラエティばっかり見てて、こういうね、真面目な番組多分見てこないと思う。 NHK とかも、ね、全然見てなかった昔。リンカーンとか昔好きやったね。高校生の時はリンカーンずっと見てたね。懐かしいねっていう感じで、なんかあんまりね、情熱大陸とか見たことないんだけど、ルッドゥルッドゥ、あんまり見たことないけど、でもなんかそのメロディーとかは有名すぎて、なんか知ってるよね、この辺とかもね。結構楽しいしね、なんかやってて、ドゥルルルルルルン、効果はありの方がいいかな。なんか動画としてなんか良さそうな気がする。これ著作権もブロックできそうだし、なくない？これやばくない？ちょっと今気づいた、著作権やばくない？これ大丈夫？ちょっと、おー、あー、ちょっと喋っとこう、あー、そう、喋ることでね、ブロックでき、頑張ればセルフブロックできる。あー、ドゥルルルルルン。まあ、その YouTube の著作権の機能も進化して、著作権発見する機能、まあ、そういうのもあって YouTube 最近音楽すごいいろんな人あげれるる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 る、嬉しいよね。やっぱ YouTube で聴けるっていうのはなんか簡単っていうか楽でいいよね。 YouTube で聴けるの、 Spotify とかさ、やってないんだけど、あんま聞いてないんだけど、スポティファイ。なんか YouTube で聞けるんだったら YouTube でいいよね、みたいな感じになっちゃうよね。音質とかあんま気にならないわ、正直。そんな、すごい、うおぉ、よかった。うわ、すごいかっこいい。いや、ほんと博士太郎天才だわ。そんな感じで今日ライブやります。ありがとうございました。バイバイ。